ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の高橋光成、対するホークスの先発は右の大津、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の高橋光成、マウンドに上がりました。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは周東。第9球投げた、初球を打ちました。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番今宮。今宮背番号6。第9球直球見送ってストライク、いきなり153キロ。第2球カットボール見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打ちました、ファウルボール。第4球はストレートはボール。第5球投げた、低め、空振り三振。バッターは3番柳田。柳田背番号9。第9球ストライク、いきなり152キロ。第2球アウトロー、際どい球ボール。投球はこれから3球目、決まってストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、低めボール球打った、源田取って、これで3アウトチェンジ。高橋光成、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは山川。第9球ストレートはストライク、いきなり155キロ。さあ、次の投球投げました、直球ストライク、もう追い込んでいます。第3球ボール。第4球は内側いっぱい、見逃し三振。バッターは5番近藤。近藤背番号3。第9球外れたボール。第2球ストライク。第3球打ちました、打球はセカンドの左、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者中村。中村晃背番号7。第9球ストレート見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球投げました、ボール。投球は3球目投げました、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目投げました、打った、ファール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。高橋光成、最後は空振り三振で仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは栗原。第9球アウトローボール。ライオンズ、ここは引っ張りに警戒します。第2球アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げた、打ちました、これはヒットになります。栗原、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは8番海野。第9球投げた、流し打ち、どうだ、ライト前ヒット、ライトからサードへ、海のナイスバッティングです。ライオンズ同点のピンチを迎えます。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、牧原、ライオンズ一打同点のピンチを迎えています。見送ってボール。第2球ボール。投球はこれから3球目、ストレートはボール。第4球を投げた、真ん中にストライク。投球これから5球目、外角低め、見送ってストライク。投げました、インコースいっぱい、見逃し三振。打順はトップに帰ってシュート。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第1球第2球投げました、ボール。アウトコース低め。第3球は打ちました、ショートゴロ、ゲッツーになるか。二塁ランナー三塁へ向かう、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。
ライオンズダブルプレーでピンチをしのいでいます。3回の表が終わって1対0です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは今宮。今日の第一打席はスイングアウト。投げました。まっすぐ見送ってストライク。いきなり154キロ。投げました。おっつけて打った。ファールボール。第3球を投げました。1球外してボール。第4球を投げた。インコース外れてボール。第5球投げた。打ちました。ファール。第6球を投げた。156キロ直球。空振り三振。バットが空を切りました。バッターは3番柳田。第1打席はショートフライに倒れています。第1球投げた。外角低め。ストレートは外れてボール。第2球投げた。空振り。第3球を投げました。打った。ライトの右。ヒット。柳田二塁も狙う。中継。バッターランナー二塁でストップ。柳田いいバッティングを見せました。ライオンズ同点のピンチを迎えます。さあリプレイです。ランナー一人を置いて迎えるバッターは山川。ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球投げました。打った。ライオンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。アウトローを見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。ボール。ライオンズここは引っ張りに警戒します。次が4球目。投げました。外角低め。空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番近藤。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球投げました。ボール。投球これから2球目。アウトロー際どい球。ボール。投球は3球目。投げた。インコース低め。空振り。タイミング合いません。次は4球目。投げた。ボール。第5球投げた。低めボール球打った。ファールボール。次がラストボール。投げた。打ちました。ショート真正面。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。高橋光成ワンアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって1対0です。5回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の中村。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。低めのボール引っ掛けた。これは内野ゴロ。殿崎ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番栗原。第1球投げた。初球を打った。破ってった。栗原いいバッティングを見せました。バッターは8番海野。これが2度目のバッターボックス。第1球さあ次の投球投げました。アウトロー。直球は外れてボール。第3球を投げました。見送ってストライク。次は4球目。投げました。危ない球。投げました。5球目ストライク。第6球を投げました。打ったいい当たりだ。レフトへの当たり。レフト前クリーンヒット。一塁ランナー三塁へ向かう。中継。海のツーベース。ライオンズ同点のピンチを迎えます。左バッターボックスは9番牧原。第1球投げた。アウトコース低め。ボール。第2球投げた。決まった。ストライク。第3球を投げた。ストライク。追い込んで第4球を投げた。低め。縦のスライダー外れてボール。投げた。内角。カットボール外れてボール。第6球を投げました。アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。先ほどのプレーです。バッターはトップに帰ってシュート。今日はピッチャーゴロとショートへのヘッド。打った。ピッチャーが正面。源田取った。一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。高橋光成踏ん張ってランナー2人残塁。5回の表が終わって2対0です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは今宮。ここまで2三振といいところがありません。投げました。直球ストライク。アウトローへ。いきなり156キロ。
投げました、打ちました、レフトの前ワンバウンドヒット。今宮ナイスバッティングです。左バッターボックスは柳田。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げた、カットボールはボール、インコース低め。第3球を投げた、空振り。次は4球目投げた、打ちました、これまで通過。外崎ボールを取る、二塁へ送る、二塁フォースアウト、ショートから一塁送球、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは4番山川、ここまで2打席連続三振。第1球投げた、決まってストライク。第2球投げた、打った、センターへ飛んだ、ヒット。中継、山川いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。左バッターボックスは5番近藤、今日はセカンドゴロとショートゴロ。第2球投げました、インコース低め、ストライク、これで追い込みました。空振り三振、高橋光成ナイスピッチング。代打は甲斐。第1球投げました、外角低め、外れてボール。第2球投げました、アウトローへストライク。投球はこれから3球目、インロー際どい球、ボール。投球これから4球目、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒット。柳田三塁回った、センターからセカンドへ、ホークス1点返しました。甲斐タイムリーツーベースヒット。ライオンズなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日2本のヒットを放っている栗原、大きな声援が届いています。投げました、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球投げました、打ちました、セカンド、これは守備範囲内、一塁アウト、これはアウトです、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。最後はいい守りを見せてくれました。ライオンズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。